写真拡大。中日での現役続行を希望している松坂大輔投手39が来季も中日でプレーすることが29日分かった。加藤博之球団代表60と27日に会談し、契約延長を打診されていたが、この日までに受諾する意思を伝えた。契約期間は1年で、近く正式発表される。松坂が来季もドラゴンブルーのユニフォームを着ることが複数の関係者の話で分かった。松坂は27日名古屋球場で加藤球団代表と会談。来季契約の意思があることを伝えられた。大まかな条件提示も受けたが、結論は出てないです。しっかり自分で考えてまた話をさせてもらうことになると思いますと話し、態度を保留していた。それから2日、松坂は2017年オフ、ソフトバンクを自由契約となり、テストを受けて中日に入団。昨季は6勝を挙げてカムバック賞を受賞したが、今季は春季キャンプ中にファンと接触して古傷の右肩を負傷。1軍登板2試合で0勝1敗、防御率 16.88 に終わった。今月1日の加藤球団代表との会談で、来季の契約は白紙と告げられた松坂は、来年も中日でやるのがベスト。キャンプで右肩を痛めて、今年はつまずいた。このまま終わるのは悔いが残ると中日での現役続行を訴えていた。球団、中日新聞本社内には、若手投手も成長している。年齢的には上積みを期待できないと契約更新に反対する声もあった。一方で、球界の宝、営業面での貢献度も高い若手投手に慕われているという声も多かった。もちろん、本業は野球だ。成績を残さなければもう延長はない。移籍3年目。2020年は野球人生をかけたシーズン。